竹の棚田山野大邸は、佐賀県西松浦郡有田町山野切り口にある、ため池である。2010年3月25日に、山野大邸として、農林水産省のため池百選に選定され。また、上流は1999年に、竹の棚田として、日本の棚田百選に選定されている。山野大邸は、山野切り口にあり、国見山の中原に位置し、 古墳に立っている多くの石品に明確に歴史が刻まれており1684年当時の山野村の人々が力を合わせて作り上げたことが記されており、禅女竜王という文字が刻まれている禅女竜王というのは、雨の神、竜神の化身で、神泉園に残る空海の放置から比べ伝説に由来があると言われている。江戸時代より干ばつに襲われた時、 黒神山で雨漕いを行っていたため、道山にあった寺の僧侶が混流したと伝わり、碑文に半身のうとあるようにこの池が古くから下流の干ばつの被害の軽減に役に立ってきた。後方にはさらに4基の石碑が建っており、1908年や1933年石碑には、結界による改修工事の記録があり、現在で45ヘクタールの水田の灌溉に利用されている。 池は考えの補火地水や防火用水としての利水機能も担っている。1650年頃を起源とする滑水時の雨乞い祈願の神事である山や浮立の伝統芸能が継承されており、現在では毎年の夏と秋祭りに集落の持ち回りで氏神に奉納している。また、五国豊城を感謝するお日町祭りなどが当番農家で催され、 農村文化を色濃く残している。竹地区の棚田は、上流域水源林からの流出水と、上流のため池を水源として、棚田は竹地区により共同管理となっている。1996年開催の第2回、全国棚田サミットを契機に、地域の若手グループにより、竹新太郎棚田会が発足し、後輩化しつつある棚田の状況に対する理解を、 都市住民に呼びかけることとし、海では都会では味わえない農作業や自然度を歩む生活の理解を深めるため棚田オーナー制を展開している。また、現在実施中である中山間地域総合整備事業において竹地区に棚田を活用した体験農園を整備する計画である。当地区の上部には国見道路が通過しており、眼下に望む風情は 棚田形状の美しさと点在する集落とが一体となり、農村の原風景が未だ残る。のり面には、堅固な石積みが施されており、石積みの技法は、布地区、谷地区、その体育通りかの方法が用いられており、現在も地域に継承されており、周辺地域を含んだ農村景観の美しさに秀でている。良質な水資源の活用と牛糞の対比や、 レンゲ栽培による緑肥の使用により棚田米の生産を図っている。三谷大抵農林水産省ため池百選。佐賀県の棚田百選。日本の棚田百選三谷大抵有田町歴史民族資料館。ありがとうございます。